感じなくなってきたね。ね、本当ありがとうございます。失礼いたしました。一ちゃんは何度目かな？もう3回目ぐらい？
オープンの時だよね。オープンの時もね、もう常連さんだね。ね、もっともっと姉ちゃん来てください。ね、はい。コータが初めて。ね、コータありがとうね。今日めちゃくちゃ可愛いね、コータ。ちゃんとボローになってんの？これのどこで作るの？作ってくれる方がいる。ああ、作ってくれる。すごいよね。ちゃんと。え？すごいね。で、まあ小太郎さん北海道から帰ってきました。いた人います？あ、いないか。あ、おられます。北海道見ました？北海道、苫小牧、昨日一緒にいた人います？いないか。ね、何度か帰ってきたね、小太郎ね。そう、最初はね、1時からだったんですよ。だけど、ふなしーが、スガフェスあるのちょっと僕が忘れてて、ごめんなさい、で、急に12時変わったでしょ。そしたら小太郎が間に合わないじゃないかって。早く出てこいよ！ね、いわゆる小太郎が出てくるじゃないですか、ブーって飛行機に着いたら、なかなか小太郎さんが出てこなくてね。で、やっと出てきてね、もう小太郎がバーン積んで、ね、間に合ってよかったね。もうすぐで来るのかな。豆乳くん、はい、なんかありますか？え、お前のクオリティが低すぎてさ、コータとかいっちゃんとかさ、ちょ、もう朝なんだよこれ、朝4時やっこれ頑張って作ったんだから、見たらみんなの部屋やから目お前だけ青いじゃねえかよコータだってちゃんと緑にしてきてるだろ。え、なん、え、なん、今日だってテーマは緑ですだからコータはちゃんとほら緑の服を着てるじゃないですか。緑の触覚これさ、ダメなの？これなんか一応色塗り替えてるの、なんかちょっとこだわりなのこれ。なんかさ、グラデーションになってるでしょ。なってるよね。なってない。なってない。なってなかったみたいですね。まあ、当時の調整能力のね、嫌いな方もいますけど。でも温かい目でね、ご入魂をね。本当にあのネットであんま叩かないで。結構こう見えてメンタル弱いから。本当に楽屋で端っこの方にいたもんね。ああ、大丈夫です。ねえ、何？藤井が来てくれ。だからここで寝てくれよ、俺を。俺そこにいるとなんか俺もそっち行っちゃうから。いや、ちょっと、仲間入れてよ。仲間入れてよ。まあでもね、マジか、これ皆さんマジで捉えないでくださいよ。これは心の中でめっちゃ美味しいと思ってますから。そういうの言っちゃダメだろ。全部台本ありますから、ね、そういうの言っちゃダメだろ。ねえ、なんかみんなプレゼント持ってきてくれたの、これ。あ、小太郎さっき見せなかったんだっけ。ねえ、これ小太郎もしっかり書いてくれたね。さっきみんな渡したんだっけ。みんな持ってんのかな。一応持ってる。あ、君のはまた闇が深いこと。じゃあすっごい真面目に書いてるのよ。これみんなじゃあ今からゴロに渡すの。さっきも渡したのかな一回。みんな新鮮な感じでお願いします。だけどあれでしょ、全員入れ替わってるんだよねこれね。すいません正直肉が入ってる。これどうする、はい、5周年のどうします。あ、じゃあ5周年のやつももらったら5周年か。あの ふなちゃん5周年のやつもらったら、これをこっち持ってて、ね、はい、これをじゃ あこっち5周年か。僕に渡されてもこれ飾っといてか。勝手に飾っていい。さあ、小屋先生、俺なんか僕が写り、はい、どうぞ。もう喋れるキャラは小屋先生と豆乳くんだけですから。じゃあ飾っといていただきましょう。先生が何をするんですか、はい、ね、もうステージを任せますよ先生が。はい、お断りします。違いますよ、だって今日は皆さんね、船頃を見に来てるんですよ。このね、緑のおやつ見に来たりし、この青色のパッケージ見に来てるわけじゃないですから。そうなんだけど、なんでここで豆乳出したんだ。うるさい。ねえ、皆さんね、そういうことだよね。黄色の、あの青虫ちゃんがついたね、可愛いキャラクター見に来てるんですからね。そのためにだって皆さん、お買い物してここの席を売れたんだね。あんまりリアルなこと言わないけど。こちらに待ってるおられるお客様も、ふなちゃんね、来られないですけど、ふなころも
目に来た人は何時頃来られたんですか。そうそう、あほら、だから前回の会はもっと早い気象でしょ。そうです、はい、もう4時とか5時とかでしょ。始発だとか。始発すごいですね。大谷先生が京都出たぐらいの時からもう来てるんだ。ララポートの前にいたってことですか。皆さんすごいね。さすがね、あのナシファミリーですな。そうですな、ね、ラピー素晴らしいですね。あとプロフォーマンスで食ったら先生、ご若干緊張してますか。いや、違いますよ。みーちゃんは僕の弟子です。ごめんなさい、あの、オーリング調子悪そうなんで、ちょっとフェーリングが始まっちゃったんで。緊張してたの。いや、みんな可愛いって言ったからさ、ちょっと真似してみたんだけど。危ない、危ないですよ、ホラーですからやめてください。誰も可愛いって言ってくれない。可愛くはないの。ねえ、じゃあ聞いてみなよ、みんなに。え、みんなとにかく可愛いと思いました。お前から振っちゃダメだ。じゃあ、小太郎が可愛いと思いました。よくできたファンだよ。パーセントでしたね。台本がありますか。素晴らしいと思う。全部台本通りですか。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいな。美味しいな。今日も美味しいな。いつからこのポジションだったの。もうずっと前から。若干君ハンバーグ臭いんだよね、本当に。ね、キャラクターがハンバーグ臭いの。そう、ハンバーグ臭い。嗅いでみな。まあ、ちょっと待って、キャラがこんな近いの初めてなんですよ。まあまあ、勝てんこと言うねよ。ね、みんなハンバーグ食べたことあります。小谷先生の、あ、不思議だよ。本音君の近づかなくてもいい、わかるでしょ。匂わないでしょ、匂わないでしょ、無臭でしょ、ね、もう僕も食べに行ったんですけどね、もう安倍割れがこねたハンバーガーやめようと思って。いや、本当に来ていただいたんですけれども、うん、そうね、あの、食べないです。そう、食べないです。あ、アビマネがこねたハンバーガーちょっと食えねえな。じゃあ、あのね、ちょっとタイミングが悪かったね。ね、本人君が作ってるハンバーグ。そう。あれもほら、食べたい。まあでも、あの、今日ね、来ていただいたお客様ね、あの、フナシーランド行ったよって方はね、そう、あの、明日からの、明後日営業するの。明後日からです、ね、明後日からのね、ハンバーガー100円になるそうなんで。そういうんじゃないですよ。すごい来るよ。100円じゃどんどん上がってるよ。宣伝じゃん。ダメ。え、でも来たことあるっていう人いるでしょ。一人二人。ほら。めっちゃあんの。いや、いっちゃんもう5、6回来てる。マジで。小林先生もあんの。小林先生嘘です。前のお店も。あ、なんか外が騒がしくなってきたね。じゃあ主役登場かな。ね、じゃあね、豆乳いじりはこの辺で。ありがとうございます。あ、来たよ。皆さん、立たないようにお願いしますね。はい。さあ、スペシャルゲストいますよ。その場から動かないようにご協力お願いいたします。スペシャルゲスト、その登場です。誰かな？触ると幸せになる。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ
皆さん、ゴロ、お誕生日おめでとう。ね、こっち真ん中置いて、真ん中。はい、じゃあ五郎さん、ご挨拶いきましょう。頑張れ頑張れいいですよ。32番いない32番いない
32番いないですか？あ、いらっしゃいます。いたいた。はい、あとお二人、そう、後ろ向いてね、ちゃんとあの顔を見ないで言った方がいいと思うよ。なんとなくほら、目線が合うとか合わないとかあると思う。はい、どうぞ。はい、サクサクどうぞ。47番の方いない？47番の方いないですか？あれいないのか？ソケットティッシュに書いてる番号です。47番の方。ソケットティッシュに皆さんの番号が書いてあります。いない？あ、いたいたいた。シャープいくつ？47番。そう、シャープいくつ？47番。え？いないのかな？いないでいいのかな？47番の方いないですか？ポケットティッシュの番号なんていうのは中心じゃないから。はい、あ、びっくりした。ポケットティッシュの番号なんだね。え、ポケットティッシュの番号で大丈夫です、今までの方。大丈夫です。はい、じゃあゴーダちゃん。最後。はい。50番。おー、おめでとうございます。じゃあ、後でその方にはサインをあげましょう。ね。ね、はい。ごぼうさん、あんまり自由なのも困るよ。ね、みんなからプレゼント持ってきてくれたから、いただきましょう。ね、じゃあ、いっちゃん、ドローに。ね、うるさいだろ、お前。これ入ってんの？ありがとう。なんか、馬刺しが。うわ、何これ。ガマンマン。うわすごい。マニクって言ったことないんだけど。しかも熊本の、熊本ですよ、熊本。ありがとう、ね、ありがとうございますね。これ今イリュージョンしますか？イリュージョンしますか？じゃあ、はい、今からイリュージョン食べるそうです。はい、振り込みました。あれ、いっちゃんは絵がめちゃくちゃ上手なんだよね。ね、すごいよね。ね、これはほらほら、これは飾っとくのかな、みんな飾らせてもらいます、ね、じゃあ飾っときますので、皆さん後で見ててください。じゃあ、ありがとう。はーい。おー、すごい。今2枚ある。そうそうそう、ね、5周年のやつもあるから飾っときましょう。はい、はい。じゃあ次、小太郎行こうか。はい、小太郎。はい、次は小太郎、お久しぶりなの。みんなキャラ線うまいからね。じゃあ次コウタだな。はい、どういうことだよ。ありがとう。はい、次コウタだよ。はい、そうに書いてほしい。はい、エリゲーターだからやめなさい。はい、ねえ、はい、ありがとうね。みんな笑顔
うまいね。はい、じゃあ次ゴーヤ先生。ゴーヤ先生。はい。イチャイチャしてんじゃないよ。なんでイチャイチャ、藤岡先生のプライベートゾーンになってくるの。はい、はい、じゃあゴーヤ先生から。はい。雑雑じゃあ、あ、ゴーヤ先生グッズ。はい、あー、やった。ありがとうございます。やっぱりね、いろいろ拭けるからタオルね。いいですよ。ね、ゴーヤ先生グッズね。はい、これもいろいろ拭けるから、ね、これゴーヤです。ね、これ僕作ったやつですからね。でも、ね、僕持ってないから。はい、ね、はい、大事に使ってね。はい、ありがとう。じゃあ、はい、ふにゃはふにゃめちゃあるかな。まさか手ぶら。えふにゃもあるの。ふにゃもなんかあるの。ああ、あるんだ。おお、何書いてあるの。これ出していいの。ゴロ、フニャからもあるってよ。あ、ちゃんとフニャが吐くの。あ、後ろに書いてある。読んでいい。ゴロさん、オパンジョルノ 256.5 歳、あ、275.6 歳。おめでとうにゃっしーって、ほらほら。ゴロさん、いつも遊んでくれてありがとうにゃっしー。五郎さんと一緒に活動できることが嬉しいにゃし、大好きにゃしって方です。おー、ね、あ、かわいい。やばったね、五郎ちゃん。フニャの親は独特だからね、これは。ただもう一つね、フニャとフニャし、かわいい。これ、あと、切実な、お、あ、浮き輪。え、大丈夫。なぜ浮き輪なのかはね、まあまあ、ね、ありがとう。そういうのは裏で渡すもんだよ。リアルすぎるよ。ね、まあいいかね。コロナのプリケツが最近いまいちですからね。かわいいなっぴー。はい、みんなありがとうね。ほらね、ね、ほらゴロ、ほら、ほらほら、みんなご挨拶してほらありがとうねって。ありがとうございます、ね、皆さんからもすごいいただいたからね。ありがとうございます、みんな本当にありがとうございます。ね、私は私が上手だもんね。ねえ、みんな手が上手だからね。何が上手だから。目が目がすごい。目が潤んでおりますよ。あ、あのってなんですか。今しばらく喋ってなかったから。あの、ひとにくんも帰ってきたので渡したいなと思って。結構ですよ。ね、あ、いらないよ。そんな屈託のない感じでいらないよって出しづらくなっちゃうからね。結構なんですよ。今度嘘で冗談でしょ。だってこの絵ほら怖いし。怖い。こんな怖い絵だと。あれ才能だとは思うけど。怖くないでしょ。だって嫌だもん、夜にトイレの前とかなって。で、玄関先に飾っていただければ。嫌だよ、こんなの。魔除けだよ、魔除け。しかも、一番大きな間違いしてるしね、これね。ね、ほら、ゴロ。ほら、一番、ほら、足りないものあるもんね。え、何？どれどれ。ね、
それ。ねえ、ほら。ねえ、これだからゴロじゃない。ゴロじゃない。え、ない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 。これ多分、どっかの火星人か何か。ね、一番あの犯してはいけないことだよね。ねえ。だからこれゴロじゃないだって。だってゴロこんなんじゃないの。え、何？え？本当に？え、冗談でしょ？え？先生も間違えてた。まあまあでも先生のは可愛いよ。あの芋虫ついてるし。え？え？え？セーフ？セーフ。え？え？なんで？先生のはほらちょっと狙ってないのがわかるから。もう君の場合狙ってこういうのを書いてさらに間違えるって一番やっちゃいけないこと。じゃあ、あの、5分間あげますから、ね。何が間違えてるのかよく見てきて。いやー、おばちゃん。あっ。始まりますから。正解だったら。おばちゃん、ふねちゃん、かわいいな、ピー。ありがとな、ピー。正解だったら出てきちゃったね。どうすんの？はい。何したいかな。いや、すっきりしたね、みんな。ここが広くなって、みんなこっちもうちょっとおいで。広くなった。ねえ。あとは今日は何ですか？あとは自由。自由だって。やったー。今のうちに撮影しましょうよ。撮影会。撮影会しようか。怖い怖い怖い。怖い怖い、ね。いっちゃん、飽きてるから。いっちゃん、飽きてるから。小太郎も飽きてるからもうじゃあ写真撮ろうよ。あと読んでね、手紙渡すんだから、ね、写真撮ろう。あと読んでね、じゃあさっき写真撮った撮った、あの並んでデイジャーじゃあ並びましょう。今ねちょっと綺麗なところでね。はい、まだかな。じゃあゴロみんなの前行って順番に写真撮っていきましょう。みんなの前？うん、ゴロ座って、ここ？そう、コウタの前あたりに座ってごらん。みんなで一緒に。もちろんもちろん。何やってる？いっちゃん。いっちゃん何やってる？あ、下目取れちゃった。あら、あれ？あぶない。お前、雑に扱うなよ。いっちゃん、痛かったんじゃない？いっちゃんのサバ折りが。はい、はい、じゃあ前の方行きましょう。自由すぎて。大丈夫ですか？はい、小太郎立って左行ってごらん。すごいね。小太郎立って左に、はい、そうそうそう。はい、じゃあ正面の方5秒いきますよ。みんな顔見えてる？後ろの方も大丈夫かな。もし後ろの方、前の方取ったら一回手を下ろしてもらって、いきますよ。5 4 3 2 1 0。じゃあ今度みんなこっちおいで、ね。あれ、小入さんはずっと走る。小入さんは出てこないですか？諸事情によって。諸事情によって。出てこない。はい、じゃあみんな、いいですか？こぶはい、ほとんど反対よ。そう。すごい。うわー、すごい。在庫泥棒。はい、行きますよ。ゴロ、行くよ。もうちょっと一歩下がろう。ゴロ、一歩下がろう。近すぎて、つらない。行くよ。はい、行きますよ。5 4 3 2 1。すぐ J が回るよ。帰ってきたよ。帰ってきたよ。何してんの？お前よ。本気で危ねえじゃねえか。ありがとう。びっくりしたわ。帰ってきたよ。帰ってきた。え？あ、帰ってきた。
はい、はい、はいだ、はいだ、正解、はい、はい、もう危ない危ない、今店長さんに教えてもらわなかったら眉毛描くところだったから危ない危ない、おいだ、OK、はい、はい、じゃあありがとうございます、はい、じゃあゴロゴロにゴロに言いますか、ゴロいるこれ、ね、ジャケだけでも出すやりますかこれ、ま、余計いりますか、はい、じゃあこれあげる、ありがとう、はい、なんで豆乳くんからじゃん、え、豆乳くんがうるさい男だね、はい、はい、じゃあど、あ、改めてお誕生日おめでとうニュー、はい、オッケー、え、大丈夫、え、はい、後ろの方も写真撮れましたか、撮れた、え、葉っぱついてたっけ、え、そっか、なんか気づかなかった、いや、お兄ちゃんの方はついてるの知ってたんだけど、うん、触覚しかなくて思ってたな、おお、じゃあ今度ファンの人のね、ナシトモさんと写真撮ろう、ね、じゃあみんなまた壁の方に寄ってもらっていいかな、ね、記念写真撮りましょう、ツイート用のね、そう、フニャ壁の方にじゃあ下がってくれるよ、みんな、はい、ずっと壁の方までそう、フニャもみっちゃん、後ろ下がろうか、こっち、こっちの壁、こっちの壁、はい、じゃあこっちだよ、じゃあ、こっちだよ、こっちだよ、ちょっとしゃがんでごらん、そうそうそう、コータも、コータ立ってなかったな、で、フニャはこっち、そうそうそう、フニャは上だね、立った方がいいね、そうそうそう、取れるかな、あ、君もいた、すげえ、はい、じゃあ取れるかな、これでいける、じゃあみんな、こっち見て、ゆずるの方見てごらん、あ、小林先生しゃがめる、しゃがめます、うん、そう、ふにゃもうちょっと前出て、ふにゃ、そうね、パノラマなのか、そう、皆さん、撮りますよ、いいですか、はい、いいな、ピッ、カメラ構えてる、そう、頼みますよ、え、あっち、あっちなの、あ、遅かった、はい、大丈夫です、はい、じゃあ今度反対、涼しい、あ、違うか、いいのか、これで大丈夫です、はい、はい、どうしたの、足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 、ね、ご視聴された方、はい、いただけますでしょうか、どうぞ、ごめんの方、いいですよ、前の方ちょっと、あの、間開けてもらっていいですか、ゆっくりでいいですよ、あれ、どうぞ、あれ、あれ、はい、じゃあ、まず、豆乳さんの方まで、はい、どうぞ、姉ちゃんもこっちおいで、こっちおいで、こっちおいで、はい、はい、じゃあお姉ちゃんから、はい、はい、はい、おいで、はい、おめでとう、おめでとうございます、ありがとう、はい、ありがとう、はい、じゃあこちらから、はい、じゃあ次の方どうぞ、はい、五郎さんね、後ろにもサイン、はい、ありがとうございます、
初めて。はい、じゃあ小野さん、次の方お待ちですよ。はい。はい、じゃあ次の方どうぞ。小屋先生どうだったマッサージ最高です。あ、最高だったの。はい、おめでとうございます。はい、見てね、こっち以上かな。ねえ、ゴロ、楽しかったね。ねえ、はい、ふにゃーちゃんとゴロが挨拶してるよ。後ろも見えてるのっぴよ。本当みんなありがとうございますね。まだまだおしゃべり上手じゃないけど、もっと頑張るなっぴね。ね、この間僕ツイートにも書きましたけどね、ふにゃところ、ね、いきなりこんなね、みんなの前にね、飛び出してね、最初は緊張したんだよね。ね、だけど今ね、すごいこう、ステージのもね、もう頑張ってね、一匹でもやっていけるもんね。ね、ほら、もう、みんな実は先輩じゃないですか。小太郎にしてもね、イチャーにしても。そうそうそう。ね、もうそれぞれにね、個性が出てきてね、ファンもついて、とても嬉しいよ。ね、はい、これからもよろしくお願いします。年は取らないけどね、ちゃんと中身は成長してるもんね。ね、よろしく思います、ね、じゃあ五郎さん、皆さんありがとうございます。キャラクターの皆さん、皆さん来てます。みりちゃん来てる。小太郎来てる。じゃあどうする、ナッピーコールやる、ね、じゃあもうせっかくだから、うん、ナッピーコールと感謝感激やろうか。オッケー、ね、大丈夫。じゃあトニーさん見本を。え、聞いていてたわ今。見本をやってください。ナッピーナッピー、じゃあだから感謝感激を。感謝感激、感謝感激わかります。やるの。トニーが。いいよ。よし、みんな。それでは誠実ながら、何でも見返させていただきたいと思います。感謝。しっかり。おい。前のダメな時は本番に弱いところ。そこがな、フラッシュと違うところだ、はい、なそうそうそう、考えすぎちゃうのね。はい、はい、じゃあやめましょう。やめましょう。やめよう。じゃあゴロ行こう。じゃあまずナピナピから行こうか。ナピナピ、はい、皆さんよろしくお願いします。
見えてるかな。はい、午後ちっちゃいからね。後ろの方もありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ大丈夫かな。あ、そうだ、サインを残してほしいんだ。初めて来る小屋先生だっけ、あそこにサイン書いてない人誰、梨の木にサイン書いてない人。コウタ、じゃあコウタは書いて帰ろう。小屋先生も書いたことない。じゃあ書いて帰ろうね。他のキャラさんはいっちゃんないよ。いっちゃんあるよ。ないです。そうか、じゃあ書いてこうね。そういうもない。そういうのは部屋の中で書いてる。はい、皆さんありがとうございました。ちょっと梨の木の周りちょっと行ってもらって、はい、じゃあみんな、あの外から梨の木わかる？身長くらい、身長くらい。いっちゃん、ちゃんといっちゃんも、あの梨の木あるでしょ、あそこにサインを残してみて。どこ行くの？どこ行くの？はい、どこ行くの？はい、どこ行くの？はい、じゃあ、みんな待ってて。あら、わあ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 、はい、ご挨拶してね。いい？はいはい、はい、ね、皆さんいつも来てくれてありがとうございます。はい、宮五郎ますます頑張るそうなので、今年ね、まだまだありますけど、次は、みなしが揃うのは隅田かな。ね、みなしどころが三なし揃います。みなちゃん待ってるよ。三なしでやりますから。2日間行くよ。ね、頑張ろうね。無理しないで頑張ってな。はいはい、ゴロちゃん初めて、スミダ。スミダ初めて。スミダは去年も行ったね。ね。ゴロちゃん待ってるよ。ね、ちゃんとスケジュール考えてやってるから。はい、やったー。よかったね、ゴロ。さあ、ゴロさん大変だよ。これ全部自分で買うんでしょ。まあ、汚れスリーダはいいところだよ。ニャンシーゴラちゃん、オガー、じゃあお疲れ。オガー、オガー店長、オガー、ニャンシー店長、オガー、ニャンシー店長、オガー。はい、このお店持って帰ってもらっていいの。何あげるんやし。はい、あげるの。あ、ほら、ここが来たよ。はい、ここが、はい、あの、五郎がお願いがあるそうです。はい、何でしょう。今日は相談してください。何相談してください。あ、相談させてください。いいよ。飾り付けはやってるけど、片付けはお前やれって。いいよ、今日は帰って。ありがとう。ウリアがあれだろ、プライナシーでスガフェス行くんだろ。ね、今のニャシー、さっきね、パスもらってたからね。だからほら、プライナシーで、ね、ポルノ追いかけるくらい大好きだから。楽しみだね。おらちゃん、僕と同じ5月生まれだよ。はい、うん、じゃあ行こう。はい、じゃあふにゃ、おらちゃん、はい、楽しんでくださ、楽しんでくださ、はい、じゃあふにゃ先行こうか。って言ってんのかな、これ。
待ってるね。